はい、論文グレードアップ等連管理会計論の第2回目等連解説を始めていきたいと思います担当アレックス専任ンン講師、ネオメアです。本日もよろしくお願いしますはい、えー、皆さん2回目の等連お疲れ様でしたまあ、今回の2回目の等連に関しましては、まあ、前回の1回目に比べてみるとまあ少し分量も多いですし まあ、難易度についても高くなっているのかなと思いますので、まあ、前回よりもちょっと解きづらいなという印象を持たれた方が多いのではないかと思います。で、目標点数としましては、おおむねまあ40点強、45点ぐらい取れていればまあ、十分合格ラインに乗っかってくるのかなという、まあ、そういったレベル感の問題となっていますので、45点ぐらいを一つの目安と考えてまあ、フィードバックの方を行っていただければなと思います。 まあもちろんね、現時点でそういった目標点数っていうのをクリアできていなかったとしても、まあ、特に初回受験の方なんかはねまだこれからあの伸びしろっていうのがまだまだありますんでね何回かこういった総合問題を受けていくうちにだんだんと時間配分とかも分かってくるかと思いますので、まあ、その辺はねまだ慣れていないってこともあの勘案した上でちょっと割り引いて考えてあげてもいいのかなというふうには思います。はい、最終的に45点点ぐぐららいいいののの数がこれれれれレベル間の問題であれば取れていれば、取て まあ、合格ラインに達するんだと、まあ、そういった意識のもとねあの、これからの学習の方針を、ね、立てる際の目安にしてもらえればなと思います、はい、で順次ね、解説の方をしていきたいなと思いますけど、まあ、計算についてはね、そんなに言ってもあのむちゃくちゃ難しいっていうものはないのかなと、全体としてちょっと解きづらいなという印象をね、持たれた方は多いんじゃないかとは思いますけれども、まあ、解説見てみれば、確かにそういう計算するんだよねと。 いいいう,ふうにすすぐ確認できる内容が多いのかなとは思います一個一個のね、設問ごとのレベルで言うと、あのそんなにものすごいね分量が多い問題っていうのは用意はされていないので、まあ、第1問の問題値はちょっと多いんですけれども、まあ、それでもね、非目別計算から個別原価計算のこの一連の流れを問うような問題の中だと、比較的分量は少なめの問題になってるのかなというふうには思います。まあ、おそらくね回答の やり方として多いのが、まあ、第1問の問題1は飛ばして他の問題から着手された方が多いんじゃないのかなとは思いますけど、まあ、それ別に間違ってもないねあの一つの選択だとは思うんですがただまあ第1問問題1っていうのは日目別計算の対策とかをやっていた方であれば、まあ、十分ね初見でも対処することができる問題なのかなとは思いますので、まあ、どうしてもねこの一連の原価計算の手続きを問うような問題になると 資料の分量が多くなってきますので嫌だなっていう気持ちになってしまって、まあ、実際にこの2時間という時間を測って解いていく中だと後回しにしてしまいがちなんですけれども案外ここに恐れずに、ね、時間を割いて、あのー、問題に取り組んだ方は意外と点数、ね、解いている方がいるんじゃないのかなというふうには思います、はいまあ、とりあえずまず見ていきたいと思うんですが、まあ、第1問問題1ですね。 まあ、比目別計算、部門別計算、個別原価計算の問題ということで、まあ、特に細かい知識とかは、ね、問われる要素っていうのはありませんので、あの比較的、論点としてはメジャーなところが問われていると。ただ、資料がちょっと多いので、まあ、手間取ってしまう部分があるのかなというところです。で、まず問いの1番、ここの理論は、ね、特に問題ないかと思いますので、もう各自で回答の方をご覧になってください。で問いの2番の番計算ですね まあ計算については、まず、日目別計算、何やともあれやっていかなければいけないので、まあ、材料費の計算というところからスタートしてください。で材料費の計算については、資料の一番使って計算を行うことができて、まあ、ここについては、総平均法を使って計算するという点にだけ注意してもらったら、まあ、そんなに難しいところはないのかなと思います。いつも通り、こういった材料ボックス作っていただいて、まあ、原価計算やっていただければ OK と。 こちらのボックス作ってもらったらオッケーですね、まあ。特段引っ掛け要素はないかと思います。まあ、ナンバー100からナンバー301までの製造差収書に対する直接材料ですね。まあ、これを合算してもらったら当月における直接材料の消費量っていうのが求まりまして。 でこれを月初の実際有高と当月の購入数量の合計からマイナスしたものが月末の帳簿残高ってことになるわけですけれども、まあ、月末の帳簿残高は1 6 0 0キロ、本来であれば材料が残ってるはずなんだけれども実際には1 4 0 0キロしか倉庫には残っていなかったということで、まあ、2 0 0キロっていうのが棚卸原網として認識されるとでこの2 0 0キロの棚原のうち半分は正常。 半分は異常だと言っていますから、まあ、正常なもの、異常なものに分けて、まあ、それぞれ金額算定を行ってください,、はい。で、次に労務費の計算ですけれども、労務費の計算。まあ、労務費に関しましては、まあ、こちら、まあ、資料2番使ってやっていくわけですけど、まあ、この第一製造部門、第二製造部門、部門ごとにこの陳率が設定されている。 まあ、いわゆる職種別の平均賃率っていうのが、まあ、設定されてますよと。でこれはあくまで基本賃率になりますんで、まあ、いわゆる時給ですよ時給。第一製造部門第二製造部門で働いている行員が1時間作業をすれば第一製造部門では1000円第二製造部門では1200円っていうのを時給として支払いますよっていう、まあ、そういった契約で決められた単価を表していると。 この基本の賃率に対して定時外の作業手当などを含めたものですねそれが消費賃率ということになりますんで本問ではこの消費賃率を計算する際に手当っていうのを勘案していかなければいけないそこがねまずちょっと間違える要素になってくるのかなと思いますけど、まあ、第一製造部門見ていきますと この時間の整理をしていきたいと思いますが、この5月21日から5月31日までと、6月1日から6月20日まで、この5月21日から6月20日までのこの1か月間が、いわゆる給与の計算期間と呼ばれるものになりまして、この1か月間の作業時間の合計、1000時間足す50時間足す2600時間の合計3650時間ですね。まあ、これが 当月における支払い賃金を計算するベースとなる時間ですね支払い賃金を計算する上でのベースとなってくる時間だとでこの5月21日から5月31日までは給与の計算期間には含まれているけれども原価計算期間には含まれていないとこの部分については前月の未払いとして捉えていきましょうと前月未払いとで反対に 6月21日から6月30日まで、ここは原価計算期間には含まれるけれども、まあ、給与の計算期間には含まれていない期間ということになりまして、まあ、当月の未払い賃金の計算のベースとなってくる時間ですよと、まあ時間ですね。まずはここの時間の整理ですね、できるかどうか確認をしてください。で次に今度、 直接工の作業時間表と不動時間表っていうところが与えられていますけれども直接工の作業時間の内訳として加工時間段取り時間ですねこの合計が直接作業時間間接作業時間と手待ち時間の合計が、まあ、これが間接労務費の計算対象となる時間ですね直接労務費となる時間が2800時間間接労務費になる時間が1180時間と あの1180時間っていうのはこの異常な時間っていうのを除いたものになりますね異常な手待ち時間ですねこれを除いたものですよと異常な手待ち時間は営業外の費用となりますから異常な手待ち時間から生じた労務費についてはこれはまあ原価として集計はしませんので原価としては捉えていかない非原価項目として処理をすることになりますんで 営業外の費用とししてて処理をしていこうとでこのまあ時間をベースにして、まあ、計算をあとはやっていくだけということになりますけれども、まあ、どっからやってもらっても結構なんですが、まあ、ここから計算しましょうかこの当月の給与計算期間を前提としたこの3650時間ですねこの3650時間に対する賃金っていうのを計算するわけですけど この時給の1,000円に3,650時間掛け算して、まあ、さらに手当を含めていかなければいけないので、まあ、この50時間分の、まあ、給与計算期間に含まれている50時間分の残業の時間に対する手当っていうところを加味してあげれば367万5,000円っていうのを求めることができます。手当は1,000円かける50%かける50時間ですねこれで2万5,000円っていうのが求まりますね。 まあ基本給365万に 2, 2万5千の手当を含めてあげれば367万5千0 0とで同様に当月見払い前月見払いについても、まあ、基本給だけではなくてこの残業手当っていうのを含めてあげた上でその金額を求めてくださいよろしいですかね で、この当月支払いと当月未払い。そして、前月未払い。まあ、これらを加減算すれば。消費賃金の合計っていうのを算定することができます。消費賃金の合計ですね。三百六十七万五千足す百五十万引く。百七万五千円で。四百十万円。まあ、これが消費賃金合計。要支払額と呼ばれる部分ですね。要支払額。 原価計算期間と給与の計算期間が仮に一致していたならばこの410万円っていうのを当月支払わなければいけないとだからまあ要支払い額って言い方をします、まあ、原価計算期間において消費された労働力の総額それが410万円で,でこれを当月における作業時間の合計ですねこれで割り算していただくと この 2800+1180+20 時間の合計の4000時間で割り算してあげれば1時間当たりの賃率が1025円というのが求まりますこの実際の消費賃率を自分で求めなければいけないっていうのがこの問題の一つのポイントになってくるんですね大体いいこの手の問題っていうのは 予定の陳列が与えられていたりすることが多いので実際の陳列を計算する際に慣れてない方が多いんですよ。だから結構戸惑った方ね多いんじゃないかと思いますここはね。やったことある方はねそんなに違和感はないのかなと思いますけれどもやったことないとね初見だとちょっと対応が難しいかもしれませんね。実際の陳列を自分で求めるっていうところからスタートすると。 ででそれさえ求ままっってしまったらあとは一緒です予定の賃あ実際の陳率に対して直接作業時間間接作業のベースとなる時間というのを掛け算していけば直接労務費間接労務費あるいは営業外費用というのを計算することができますよとよろしいでしょうかでこの第1製造部門ができれば第2製造部門は全く同じ要領で回答することができますんでもう第1ができれば第2もできるはずですはい だだかか。らもうう各自でで第二製造部門についい。いててては確認をししてしみてくださいよろしいでしょうかで次に今度、製造間接費に関するデータですね、まとめられてますけども、まあ、年間の予算額と基準創業度も示されていますから、まあ、単純に予算額を基準創業度で割り算して、1時間あたりの配布率っていうのを算定してください。 これ求めておかないと、後ほど計算する、この製品原価の計算っていうのができませんので、予定の配布率っていうのをちゃんと設定してください。で、これで一応準備が整ったので、次のページ、まあ、この原価計算表っていうのを作ることができます。原価計算表。まあ、あとは単なる作業ですね。こういった製造、詐集書ごとに、まあ、原価の集計を行っていってください。 ここれでで問いの2番の番計算結果を求めることができます、ね、もう個別原価計算のあとは基本的な手続きということになりますからここまでねお膳立てが終われば後の計算というのは単なる作業です。で次のところ今度問いの3番ですけど問いの3番。 問いの3番については、部門ごとの予算債や創業土債の計算が問われているんですが、まあ、創業土債の計算は簡単ですよ。これは絶対、ね、外してはいけない。あの本試験でも、ね、こういった予算債の計算とか創業土債の計算というのが問われますけれども、この創業土債の計算だけは絶対外してはいけないところなんで、もう真っ先に解くぐらいの感覚でもいいと思います。割とと、ね、意地悪な問題ですと 説問の後ろの方に創業土彩の計算とかが回答する箇所用意されていたりするんですけれどもまずはその説問の全体像っていうのをちゃんと確認した上で簡単に解けるところがないかっていうところを必ずチェックしてくださいね。初めの説問が解けないからもう全部諦めるっていうのはこれはね本当にものすごい大きなねマイナスになってしまう可能性がありますから後ろの方に簡単な問題が隠されているかもしれないと。 まあそういう意識はね常に持っておいてください。で豊野山番なんかはまさにラッキー問題ということにはなりますので創業度債っていうのは確実に正解できると。もう固定比率分かってるわけですからね。部門ごとの作業時間も分かっているわけですから、まあ、実際の創業度と基準創業度の差に固定比率を掛け算すれば第一製造部門と第2製造部門の創業度債を算定することができる。でただ予算債については本文のように 実際の発生額を集計しなければいけない問題部門ごとに製造・間接費の実際発生額を集計しなければいけない問題になっているので、まあ、これについてはねどうしてもミスが生じやすいというかね、まあ、正解できなくてもしょうがないところなのかなと思います。費目別計算が合っていないと予算債の金額についても間違えることになりますから芋、まあ、づる式にここの間違いっていうのが発生することになります。 で具体的に製造・間接費の実際発生額ですけれども直接工の間接労務費とあとまあ棚卸原網ですね棚卸原網、まあ、これが資料で示されている製造・間接費の実際発生額の中には含まれていない項目ですねここに示されている金額の中に含んでいないものとして 直接交換接労務費と棚原、まあ正常な棚押し弦網っていうのを入れてあげればいいとよろしいでしょうか。でこれを集計した上で補助部門費の金額が確定しますんで補助部門費の実際配布っていうのを改定式配布法に基づいて行ってその上で第一製造部門第二製造部門の実際発生額を確定させることができる。 でこの数値を使って予算債これを計算することができますよっていうことでまあ解説はねさらっとしてますけども、まあ、案外と自分で手計算やってると時間はかかる問題なのかなと思います。こういった補助部門費の配布までやっていかなければいけないので、まあ、自信を持って回答に臨める受験生っていうのはかなり少ないと思いますだからまあ予算債の部分はね間違えてもしょうがないところになりますからここの出来不出来っていうのは全く合否に影響は出ないと。 ただ創業土彩の部分っていうのを落としているようだと、まあ、ちょっと他の受験生に差をつけられてしまう、まあ、そういった可能性も出てきますから、まあ、そこは少なくとも合わせなければいけなかったんだというね、まあ、そういった認識は持ってもらえればなと思いますだからまあ今回の第1問の計算についてはこの創業土彩の部分っていうのを確実に合わせてあとまあどこまでできるかっていうのはもう本当に人によりけりかなと。 最悪他の計算間違えていたとしても理論問題である程度得点することができているのであれば、まあ、十分に合格ラインっていうところを超えることはできるのかなとは思いますのでまあ計算ができるに越したことはもちろんないんですけれども、まあ、とはいえ本試験っていうのはそんなに高いレベルの戦いにはならないので特に計算についてはね まあ少しこういった分量の多い問題とかであれば大半の受験生っていうのはあまり得点できないというねまあそういったケースが多いわけですからまあ計算のね初見での出来っていうところは今回についてはねこの第一問あんまり気にする必要性はないのかなとまあとりあえずねこちらの計算できなかったところについてはただ見直しをしてもらえればなと思いますねで今度 問いの4番ですけれども、まあ、問いの4番の理論についてももう典型度が高いものになります、まあ、子孫の直接形処理とか関節形処理に関するお話ということで、まあ、この辺のもうねあの典型的な理論については各自で確認をしてみてください、まあ、特に難しいことは何も問われていませんから問題集に記載のある通りですねはいで次問題2ですね見ていきたいと思いますけれども まあこれは文献組織とグループ K の管理会計ということで、まあ、一見すると工程別計算の問題なのかなっていうふうにパッと見はね資料を見たときに思うんですけれども、まあ、工程別計算の問題というよりはどちらかというとメインテーマとしましては業績評価ですねまあ工程ごとの業績評価っていうのをメインテーマにしている問題がこの問題2ですね計算についてはねそんなにもう ここの問いの5番はねややこしいのかなとは思いますけれども、まあ、問いの2番はねここは少なくともできなければいけないかなというところです、まあ、とりあえず問いの1の理論ですけれども、まあ、この工程ごとに利益計算をすることの意義を述べなさいっていうことで、まあ、この工程ごとに利益計算をすると。 まあ本来はねコストセンターであるところをね利益センターとして捉えていく、まあ、そのメリットを答えなさいという問題なんですね、まあ、製造部門に対して利益責任を課すメリットは何なのかこれまあ理論問題集にも記載がありましたけれども、まあ、通常ね まあ製造作業を担当している部署っていうのはコストセンターになるわけですけれどもその原価についてのみ責任を負わせるっていうふうにしてしまうと、まあ、従業員のモチベーションっていうのが上がりづらいと上からね頭ごなしに原価を下げなさいって言われても、まあ、ちょっとやる気が起きないなとでも逆に利益を上げなさいっていうふうに言われた方がやる気は起きるんですよ原価っていうのはもともとネガティブなものですからね会社にとってマイナスの要素ですから マイナスのものをね少なくしなさいって言われるよりもプラスのものを多くしなさいねって言われた方がやる気は起きるとだからちゃんと各工程で利益が計算されるようにしていこうと各工程が原価管理っていうのを行った時にそれがちゃんと利益という形で可視化されることによって、まあ、原価低減のモチベーションを喚起していこうというのが狙いとしてはあるんですね。 ま利益っていうのは会社に対する貢献度を表しているわけですから、まあ、これまではま原価が発生する部署だと考えていた考えられていたところが、まあ、利益を上げている部署だと、まあ、そう考えられるようになっていきますんで自分たちが頑張って原価管理を行っていくことによって、まあ、利益をね改善することができるんだっていうのはこれは大きなモチベーションになるわけです。会社に対する貢献度、まあ、それを可視化することができますよと。 でこの利益を計算する際の注意事項としまして、まあ、内部振り替え価格っていうところを設定しなければいけないわけですけれどもこの内部振り替え価格を設定する際に標準原価を持ってね内部振り替え価格としていくのはこれ NG だと。標準原価で内部振り替えをしてしまうと第一工程においては全く利益が計算されなくなってしまいますから標準原価に対して一定のマークアップっていうのを付した上で 内部振替価格の設定っていうのをしてあげるのが、まあ、これが望ましいんだと。まあ、業績評価の公平性っていうのを考えなければいけないんだと。よろしいでしょうか。で、次の問いの二番の計算については、まあ、これはもう一個一個丁寧にやっていて、やっていてください。特に、まあ、難しい要素はあまりありませんので。 直接材料費の際変動加工費の際固定加工費の際ですね一個一個の計算については非常に簡単な計算だと思いますここはね何とか対処してほしいところになりますねで、次の問いの三番当月における実際営業利益を工程別に計算しなさいねと また、当月における内部利益調整後の会社全体の実際営業利益も算定していきなさいねということで、まあ、この実際の営業利益を求めていくという問題になっていますけれども、まあ、これについても、第1工程と第2工程の営業利益の計算は、今のトヨ2番の計算ができていれば、そんなに難しくはないはずです。 まず第一工程ですけれども、まあ、この売上高については、原価標準に20%の利益を乗っけたものが内部振替価格となりますんで、まずこの原価標準確定させる必要性があって、直接材料費の標準が4000円、変動加工費の標準も4000円、固定加工費の標準は5000円と、まあ、合計1 3000円というところを、まあ、これを原価標準として設定していて、 まあそこに20%の利益を乗っけた1万5600が内部振り替え価格。まあ、販売価格ってことになりますね、第一工程からしてみると。この販売価格に対して内部振り替えされる数量ですね、掛け算してあげれば、第一工程にとっての売上っていうのを計算することができますね。で、今度、売上原価については。 原価標準に振り替えられた数量を掛け算してここに問いの2番で計算した原価債の合計金額ですね原価債の合計金額っていうのを付加していくと、まあ、そうすることによって売上減原価を確定させることができて売上から売上減原価を差っ引いて営業利益を計算することがあ売上減原価とあと販管費ですね差っ引いて、まあ、これで営業利益を計算することができますねはい。 よろししいでしょうかまあ第一工程ではね販売費は発生しませんので一般管理費っていうところをマイナスすることになりますが、まあ、実際営業利益っていうのは簡単に求めることができます。で次の第二工程においては第一工程から振り返られてきたものがこれが売上原価を構成することになりますけれども1個あたり1万5600で振り返られてきていて、まあ、この中間製品2個を使用することによって まあ製品 a 1個作ることとができます1 5 6 0 0かけることの2個プラス製品 A1 個,個製造するときの変動加工費が4500円固定加工費の標準が6000円ですから合計4 1700っていうのが、まあ、これが製品 A の原価標準と、まあ、結構ねここの製品 A っていうのは中間製品を2個使うっていうこの点をね 割と計算上忘れてしまう方が多いところなんでこれ注意してください。昔、ね、担当の本試験ででもここうういう問題がが出てきたことがあるんですよ第一工程から第二工程あるいは供給事業部から受け入れ事業部に内部振り替えをしていってその内部振り替えされたものを2個,2個使ってその供給、えー、受け入れ事業部っていうのはお客さんに販売する製品っていうのを1個作っていくと。 まあそういうい、ね、前提条件に基づいた計算問題ですね出てきたことがありまして、まあ、どうしてもこの2個っていうのを勘案することを忘れてしまうっていうミスがありますから、まあ、注意してください。でこれでまあ製品 A の原価標準設定することができれば販売された数量にまた問いの2番で計算した原価債の合計加えてあげれば4200万が売上原価。 でこれを売上高からマイナスしてさらには販管費も控除してあげれば営業利益340万計算することができますよろしいでしょうかで次に会社全体の実際営業利益ですけども まあ、こういった計算はね、あの本支店会計などでもやったことあるのかなと思いますけれども、まあ、会社全体の実際の営業利益を算定するにあたって、未実現の利益っていうのを加減算していく必要性があると。この月末在庫に含まれている利益、月末在庫に含まれている未実現利益っていうのは、すなわち、 この第一工程から第二工程に振り返っていったときに利益が計算されることになりますけどこの第二工程の月末仕掛かり品になっているものとか月末の製品となっているものここに含まれているのがまさに未実現利益ですね。まあ、当月の第一工程第二工程のあ第一工程の実際の営業利益を計算した際に ここの250とか300個に含まれていく営業利益についても未実現の利益についても利益として計算したわけですよ。こう2300個分の利益を計算したわけですから2300個のうち250個と300個ここにかかるね利益についてはまだ未実現だと。でも反対にこの月書に含まれている月書仕掛かり品と月書製品に含まれている 未実現利益、まあ、これ当月実現することになりますんで、まあ、ここに含まれている利益については、まあ、当月のこの2300個の利益の中には含まれていなかったものなんで2300個の利益にこの月初に含まれている民実現利益を加算して月末に含まれている民実現利益を減算してあげれば会社全体の、まあ、実際の営業利益っていうのを算定することができますよと。はい 1> 第1工程における実際営業利益第2工程における実際営業利益あとまあ月初月末の未実現利益っていうのを、まあ、これを加減算してあげれば前者的な実際営業利益を算定することができますねよろしいでしょうかで次問いの4番 内部振り替え格の設定目的として意思決定と業績評価この2つの目的があったわけですけれどもまず一第2工程の文献的意思決定に役立つための内部振り替え格の範囲を答えなさいねということで、まあ、第2工程の文献的意思決定、まあ、第2工程がお客さんから注文を受けたときにその注文を受けるか否か判断しなければいけないわけですが その判断っていうのが全社的な判断と一致するように内部振り替え価格を設定していかなければいけないんだと。で当然ね今4万8000円で製品 A を売るという話になっているわけですけど、まあ、これは全社的には引き受けるべき案件ということになりますんでちゃんと4万8000円で販売すれば第2工程において利益が出るように 内部振替価格を設定してあげれば第2工程の管理者っていうのは4万8,000円で注文が入ったとしてもその注文を断るっていう選択はやらないんだと、まあ、したがってこういう計算式立てることができますけど4万8,000から内部振替高の、まあ、これ 2x、まあ、内部振替価格を x と置いてあげて、まあ、2個製品 A 製造する際に使っていくわけですから 2x 円。 第2工程の変動加工費は製品 A1 個当たり4,500円変動販売費は1個当たり1,000円ですから、まあ、これで差額の利益ですね製品を1個追加的に販売することによって獲得することができる利益は 42,500−2x と表すことができます。まあ、これが0を超えるような x を算定してあげれば x は21,250と計算することができますね。 21,250ですね内部振り替え価格が21,250を下回っていればちゃんと第2工程では48,000で入ってききた注文というのを引き受けますよとこれを超える内部振り替え価格が設定されていれば第2工程の管理者っていうのはこの注文を断ると、まあ、そういう前者的に望ましくない判断を行ってしまうんだと、まあ、これがまず意思決定目的。 で2番の業績評価目的ですけれども、まあ、これは各工程でちゃんと営業利益が出てくるように内部振り替え価格を設定しなければいけない第1工程でもない第2工程でもちゃんと利益が認識されるように内部振り替え価格をうまく設定していく必要性があると内部振り替え価格の下限と上限っていうのを決めましょうと。 でまず加減については第一工程において最低限利益が出るように内部振り替え価格を設定してあげればいいと内部振り替え価格の加減の数値としましては第一工程において最低限内部振り替えすることによってちゃんと利益が出るようにしていくと、まあ、これはどういうふうに設定すればいいかっていうとこの総原価を回収できるだけの収益が確保されなければいけないんでこの 中間製品単位値の総原価がこれが内部振り替え価格の下限の数値ですよと。だから先ほど求めた中間製品の原価標準ですねここに一般管理費製品1個当たりが負担する金額を加えた1万3,375円というのがこれが 内部振替価格の加減の数値ってことになります、まあ、最低限この金額を超えた、ね、値で設定してあげないと第一工程において利益が認識されなくなってしまうんだと。で今度第二工程ですけれども第二工程においてちゃんと利益が出るようにするためにはどうすればいいのかという話ですが、まあ、この式を解いてあげればいいとこの販売価格は4万8,000円でこの内部振替価格、X、円かける2個プラス 変動加工費プラス変動販売費でさらに固定の加工費と固定の販売費と一般管理費もう同じですよ第2工程においてもちゃんと総原価が回収できるだけの価格で内部振替価格が設定されていないといけないわけですから第2工程において総原価がちゃんと回収できるようにするためにはいくらで内部振替価格を設定すればいいのかと。 これれを計算すれば、X 小なり17,125円というのが求まりますのでこれよりも内部振り替え価格が高ければ第2工程においては総原価を回収することができないということになりますので営業赤字になってしまいますから、まあ、これは業績評価の公平性の観点から問題があるだろうと、まあ、そう考えられます。 よろししいでしょうか。これでまあ業績評価の観点からはこの下限から上限の間のねどこかの値として内部振り替え価格を設定していけばいいんだと。でさらには各工程の営業利益を等しくするための内部振り替え価格の計算につきましては、まあ、これはまず会社全体の営業利益っていうのを算定してあげて。 全社的な営業利益っていうのは九千万というふうに求めることができます。全社的な営業利益は九千万。この九千万円っていうのを各工程ごとに割り振っていく。全社的な営業利益を割ることの二をしてあげることによって。各工程の営業利益を確定させることができます。第一工程四千五百万、第二工程四千五百万。この四千五百万の利益を獲得するためには。 内部振り返り価格をもう第一工程に着目してあげるのが計算が楽だと思いますけど第一工程において4,500万の利益を獲得するためには内部振り替価格をどう設定するのが望ましいのかと、まあ、それが問われていると、まあ、そう考えてください。 だからあとはね、求めたい内部振り替え価格を、X、とかっていうふうに置いてあげて、まあ、このまた営業利益を、X、使って表してあげて、まあ、これが4500万となるような、X、を求めれば、1万5250円というのを算定することができます。まあ、非常に回答を見ればね、優しい問題だなと思うかもしれませんが、まあ、実際に時間の中で解いていく中だと結構これは難しい問題なのかなとは思います。 で、次の問いの5番についてはねこれ変わり種なんですよあの。何が変わってるのかと言いますと通常ねこれまあ内部振り替え価格の設定によって意思決定の内容が変わるというところをテーマにしているんですけどもこの意思決定っていうのを考えていくときにはあの今の問いの4番でもそうでしたけども。 まあ、第定のの文献的なな意思決定に着目してていいくっていうのが通常なんですよ。でもこの問いの5番っていうのは第一工程の管理者の意思決定に着目をするっていうちょっと普段とは違う問題なんであのどうしてもね固定観念で普段のそういった第二工程の管理者の意思決定っていうのがあの前提として頭の中に入っている方はこの第一工程の管理者の意思決定がテーマになってるっていうのがちょっと分かりづらいのかなと思います。 あの通常の問題っていうのはこうなんですよね。まあ、供給事業部、受け入れ事業部があって、この供給事業部が、 作っている製品については中間製品の市場が存在すると。で供給事業部は受け入れ事業部に内部振り替えを行うこともできて受け入れ事業部に対してお客さんから注文が入ってくると。 で、この注文特別注文になっていて、まあ、これを引き受けるべきか否かっていうのを検討する時に供給事業部が今フル操業の状態にある場合はこの外部に販売しているものを一部諦めて内部振り返してでその内部振り替されたものを使ってお客さんからの注文を裁くというねそういった選択を受け入れ事業部は行うことになりますんで。 この供給事業部が外部販売を諦めることになりますからその機械減価を加味した上で受け入れるべきかこの注文を受けるべきか否かっていうのを判断しなければ全社的に望ましい判断ができないという話がありましたよねここ苦手な方多いんですけど大丈夫ですかねお客さんから特別注文が入ったときに供給事業部がフル創業の場合この場合 この特別注文を裁くためには供給事業部が今現在外部市場に販売しているものを一部諦めて内部振り替えを行わなければお客さんからの注文を裁くことができない。したがってこの注文を受けることによって機械原価が発生するんですよね。この供給事業部が中間製品市場に販売することによって獲得できたであろう利益それが機械原価として認識されることになると。 前者的なな判判断断ををすするるるとときににはそういった機価して判断することになるんだとだから受け入れ事業部においても、まあ、そういった判断をしてもらうためにここの内部振替価格ですね差額原価で振り返ってあげればお客さんからの注文を受けるか否か判断する際にその判断の結果が前者的な判断と等しくなるとイコールになりますと。 ここの内部振り替え科学っていうのを差額原価で設定していれば受け入れ事業部の判断というのが全社的な判断と整合性取れますよと、まあ、これが通常の意思決定に関する話なんですよね。で本問ではこの前提がちょっと違っていて。 では何がね違うのかっていうとあの取引の概要とかは変わりはないんですけどももともとこっちの供給事業部はこっちのの中中間間市市場に対して中間製品市場にに対対しししててて製製品品販売をしていなかったんですよ普段の問題っていうのはもともとこっちにやっていてでこちらに内部振り替えすることによってこの一番を一部諦めなければいけないっていう話が出てきたわけですけれども。 この問題っていうのはこっちが先にあってこっち中間製品の市場に販売をしていくっていうのが後から話としては出てきているんですねそしてこの供給事業部の長が、まあ、第一工程ですね第一工程の管理者が中間製品の市場に販売するという選択をするか否かというね そこここののの判断が問問いい番ででははわれているんんす。意思決定者はこっちなんですよ。通常の問題の受け入れ事業部長に着目をするこの第二工程の管理者に着目するんではなくて本問ではこっちに着目するっていう変わり種なんですねだから初めねちょっと状況の整理が難しかったんじゃないかなと思います。 今までは外部市場に販売していなかったんだけれども変動販売費1個当たり800円かけることによって、まあ、外部に販売することができるんだと。で見ていくと第一工程の生産能力にまず余裕がある場合これはねあんまり難しくないはずです。 第一工程の生産能力に余裕がある場合は外部販売を行っても製品への製造に支障が出ない場合は、まあ、外部販売する価格がいくらよりも高ければ内部振り替価格がいくらであったとしても外部販売を選択することが、まあ、第1工程管理者にとっても全社的にも有利であり目標成功的な判断を第一工程管理者は行うことになるということで、まあ、この第1工程の生産能力に余裕があると。 でその余裕分を使って中間製品の市場に販売するかどうかっていうのをこの管理者は考えていると。ということはこの外部販売する時にかかる差額原価それを超えるだけの収益を獲得することができれば供給事業部長っていうのは中間製品市場に外部販売を行うことになりますんで差額原価っていうところを答えてあげればいいんですね丸の一番は。 具体的にサーク原価としてはこの変動費直接材料変動加工費あと変動販売費の合計ですね8800円を超えるような販売価格であれば供給事業部長は外部の市場に販売を行っていきますよとだからこれはねもう受け入れ事業部とか関係ないんですよ。単純に外部販売するときに最低限いくららのの金額で売ななきゃいけないいけかというところがテーマになっているだけなんで。 もう受け入れ事業部云々ってというのは考える必要性がないと。で次の今度第,段落あ第3段落第1工程の生産能力に今度余裕がない場合すなわち外部販売を選択するとこの受け入れ事業部に内部振り替するのを諦めることになると。 今現在はこの供給事業部は受け入れ事業部に振り返っていくので手一杯なんだけれども外部市場に販売するっていうことを行うことになるとこの供給事業部から受け入れ事業部に振り返っていくものが一部こっちにすり替わっていくと。ということはこの受け入れ事業部がこの内部振り替りを受けて外部市場に販売していた製品 A の製造販売を諦めることになるんです。 供給事業部が中間製品の市場にこの中間製品を販売するっていう選択を行っていくと受け入れ事業部が外部に販売している製品 A の一部これを諦めることになります。具体的に4,000個外部に販売しようと考えているわけですけどこっち供給事業部が4,000個外部に販売しようと思ったら受け入れ事業部に 内部振り返していくものとしましては、まあ、これは4,000個分、ね、諦めることになるので4,000個分諦めることになりますからこのお客さんに販売していく製品 A については2,000個諦めることになるんですね2,000個。マイナス2,000個と。 製品 A の製造販売を2,000個諦めてこの中間製品を外部市場に4,000個販売する方が得なのか否かそれを考えていく必要性があるとでそれを考えたときに、まあ、こういったサーク原価収益分析を行ってもらって中間製品4,000個外部市場に売れば1個当たり2万で売れたとするならば8,000万円製品 A の売上については 2,000個分ですと9600万円で差額原価直接材料費変動加工費変動販売費ですね、まあ、それぞれ集計してあげれば、まあ、こちらの金額になりまして差額の利益は中間製品4,000個を外部販売した時よりも製品 A2,000 個を外部販売した時の方が大きくなってるとだからこの2万っていう価格で4,000個を 外部市場に販売するっていう選択は前者的には望ましくないんですよじゃあ全社的にこの外部市場に販売するという選択が正しくなるのはいくらなのかいくらで売れた時なのかっていうのを考えてあげた時に今現在ねこちらの4480万と5300万の差を取っていただくとその差として 820万負けてるわけけですよね万万負けてる状態なんで残り820万っていうのを上回るような販売価格っていうのが設定されてたらいいんだと、まあ、そう考えることができますね。はい で本文で問われているのはこの第一,工程第一工程の管理者に目標整合的な意思決定を促すためには内部振り替え科をいくらで設定するのが望ましいのかということですけどもあの結局内部振しりりして欲しくないわけですよ、会社としては会社としてはこっちに内部振り替えすよ。会社的にはこの内部振り替えをしてほしいんですね。 供給事業部に内部振り替えをしてもらうためには内部振り替え価格をいくらで設定すればいいのかっていうのが問われてますけどこれは外部に販売する時の2万円から変動販売費の800円を除いた万 9, 円っていうのが回答ですここ1万9200円で内部振り替えをしてあげればこれを超える金額で内部振り替えができるんだったら供給事業部は 外部部にに売らずに内部振り替をすするとわかりますかまちょっとややこしいんですけどこの外部販売よりも1万9,200っていう内部振り替え価格が設定されているんだったら、まあ、この時にね内部振り替えしても別に一緒じゃないですか供給事業部としては外部に販売しても内部振り替えしても利益は変わりませんよね。 あのそもそもね発想として製造原価っていうのはこの場合埋埋没没価価価ななんんでですすよ。造はね。外部市場に販売しようが内部振り替えを行おうがどっちにしても製造原価かかるわけですから4,000個分の製造原価っていうのはこの販売価格を設定する際に埋没原価になるんですよ。あくまで外部販売、 特有のコストっていうのは変動販売費の800円であると。変動販売費の800円である。だから内部振替価格っていうのが19,200よりも高ければ、むしろ内部振替する方が供給事業部にとっては得なんですよね。外部市場だったら2万円で売れますけど、その代わり800円の変動販売費がかかるんで、 1万9,200円で内部振り替えできるんだったらそっちの方が得だよねと、まあ、そう言ってるわけですだから5番はははね、実は計算としては簡単なんですよ。単に外部販売される時の価格から変動販売費を控除すれば簡単に計算することができるんでもう製造原価については埋没原価と捉えて計算すればいいだけですから、まあ、実は最後の計算については割と状況の整理さえできればね さして難しい問題ではないというところではあるんですけれどもただまあこの最後までたどり着ける方がねどれだけいるのかっていうのが問題ではありますが、まあ、ほとんどの受験生はなかなか最後のところまではいかないのかなとは思いますんでまあここも初見だとねできなくてもしょうがないところはあるのかなと思います。まあ、何しても、ね、問いの5番は 意外と解いてみると表紙抜けみたいなところあるのかもしれませんけどでも初めのこの状況をつかめるかどうかっていうのがあのこの問題のポイントになってきますんで普段のそういった受け入れ事業部長の文献的な判断に着目をする問題ではなくて供給事業部長の意思決定に着目をするという問題になっているんでそこがねちょっと主人公が変わってるというところで、まあ、違和感を覚えてしまう問題だったと。 まあまりこういう問題はね、出てきたことがない問題なので、本当に見たこともない方がほとんどではないのかなと思いますけども、まあ、こういった問題が今後の試験に出てきてもまあおかしくはないのかなと思いますので、まあ、できなかった方についてはまた見直しをしてみてください。で、今度、第2問ですね。まあ、第2問の問題1、これ、まあ、原価規格の問題になっていますけど、まあ、これはね、もう、 各自で見といていいいいもらうとといいのかなと思いますけど、まあ、計算についても理論についても特に変わったものはないですね特段ねまあ唯一変わったところとしてはこのライフサイクルコストっていうところですかねこのライフサイクルコストの構成率っていうのが与えられていますけどこの製造50%っていう構成率示されていてで本文ではこの 目標原価っていうところをまずね設定するわけですが許容原価を、ね、目標原価として使ってると言っていますから目標原価を設定するわけですけれどもその目標原価のうち50%っていうところを掛け算した値これが目標の製造原価ってことになりますんで製造サイクルの構成割合っていうのを掛け算してあげなければいけないと。 ます。そこの判断間違えるとねこれ芋づる式に間違いが連鎖する問題となっているのでちょっとまあ変わったね資料だなと思った方いるかと思いますけどもこの製造のライフサイクルの構成比率ですねこれを全体の目標の原価に対して掛け算をしてあげなければいけないと目標総原価に対して掛け算していかなければいけないと。 よろししいでしょうか製造の原価に着目した問題ですからねその目標の製造原価を部品ごとに展開するっていうのが基本的な流れとなりますんでまずは目標のの製造原価っていいいうのを出せななけければいけないとでそこさえねあとは間違えなければ機械的な作業で対応できるのかなと思いますけど、まあ、この資料の一番に示されているのが、まあ、お客さんが製品に対して求めている要素ですね。 まあこの耐久性とか応答速度、解像度、デザイン、消費電力、まあ、こういった要素っていうのをある製品に対して求めているとで、どの程度求めているのかっていう、そのお客さんのニーズっていうのを定量化したものがこちら、まあ、全体10っていうふうに合計値出されていますけれども、まあ、10点あって、そのうち耐久性に1点、応答速度に1.5点っていうのが振られていますよと、まあ、この中だと解像度っていうのが一番重視されてるんだということがわかります。 でこの顧客の評価っていうところがまずあってでこのお客さんが求めているこれらの要素ですねこの要素を満たしていくために各種部品が存在するわけですけどこの製品を構成している部品がお客さんが求めている要素に対してどの程度貢献するのかその貢献度合いっていうのを示しているのが資料5番なんですね例えば耐久性ですね。 耐久性、液晶フレームっていうのが耐久性60%貢献していると、まあ、全体100%と考えたときにこの部品4つの中だと6割型液晶フレームの出来具合によって耐久性っていうのが決まってくるんだとでこの60%っていう値をこの全体を10点として考えた時のこの耐久性1に対して掛け算してあげれば、まあ、あるいはこの10%に掛け算すにけ算れば。 6パーっていうのを求めることができます。6パーセント。もうこれの繰り返しなんですよ。集積回路であればこの10パーセントっていうのをこちらの10パーセントに掛け算して1パーっていうのがこの集積回路がこれ全体を100パーセントって考えたときに1パーセント耐久性に貢献していくと。 ここの合計は10なんですよ耐久性っていうのは製品全体に対するニーズ100%と考えたときにそのうちの10%が耐久性が貢献するところになりますんでお客さんは製品に求める要素のうち10%は耐久性という要素で評価をしていると。で耐久性全体10のうち1っていうところが集積回路が 貢献すする割合ですよと。これをもう同じように他の、ね、お客さんが求める要素え部品ごとに貢献度合いっていうところをまとめていってもう機械的な作業を行っていけばですね、この表を埋めることができます。でこの表を埋めて最終的に部品ごとの貢献度合いっていうところが出てくるのでその部品ごとの貢献度合いっていうところを 目標となる製造原価に対して掛け算をしてあげれば部品ごとの目標製造原価を算定することができます。よろしいでしょうか。で出来上がったものがこちらですね。の計算は機械的な作業で対応できるので難しくはないのかなと思います。 ただまあこの問題はね、ね一応まあリスクヘッジのために出してはいますけど、まあ、直近の試験でね出されていたんでねこういった目標原価を計算するというか目標原価を展開させる問題ですね平成20年に出ていてで平成31年、まあ、令和1年の試験においても出されていましたのでまあ、2年連続でこれが出てくることはまずないでしょうからまあ一応ねこの計算ぐらい軽く見直しをしておいて,いただいてもうそれ以上ね深入りする必要性はないと思ってください。 もう今年の試験においてはね、原価企画っていうのをテーマにした問題っていうのは、かなりね、出てくる可能性が低いのかなと思いますので、ある程度、そこは割り引いて考えてあげればいいかと思います、はい。よろしいですか。で、あとまあ一応ね、その価値指数っていうところはね、これはもうね、問題文で必ず指示が与えられるんで、あのここは覚えなくて結構ですからね、価値指数の計算方法っていうのは。 この価値指数っていうのをどう計算するのかっていうのは問題によりけりなんですよ。分子と分母を入れ替えてくるケースもありますから100%を超えてればいいのか100%を下回ってたらいいのかっていうのは,それは問題によりけりなんで価値指数あるいは価値比率って呼ばれるものになりますけどもここの計算についてはもう問題文の指示に従って、まあ、その時々で臨機応変に対応できるように準備をしておいていただくといいのかなと思います。はいまあ、ちなみに本文ではね この価値比率をどう計算しているのかっていうとこの目標製造原価割ることの成り行き製造原価目標原価割ることの成り行き原価で計算しているわけですからこれ成り行き原価が目標原価を下回った方が望ましいわけですからこの価値指数が100%を超えてる方が望ましいんですよ。逆に100%を下回ってしまっている部品については まあ原価の削減っていうのを行っていく必要性があると、まあ、VE に基づくね原価の改善っていうのが必要になってきますよとで逆に価値指数が100%超えているものについては何もしなくていいのかっていうと、まあ、追加的な機能っていうところをね考えてあげればいいと、まあ、少し原価に余裕があるわけですから、まあ、機能を追加することができないか否かっていうのを検討していくことになります。 よろしいですかねここの与えられた価値指数のね計算方法そこから高い方がいいのか低い方がいいのかその判別っていうのをしっかりと行えるようにしといてもらえればなと思いますもう簡単ではありますけど以上が問題1ですね、はい、えじゃあ最後問題2ですね見ていきたいと思いますけれども、まあ、最後の問題2に関しましては、まあ、これはね 予算管理に関する問題ということになりまして、まあ、計算自体はねちょっと変わった問題ではありますけど分量はそんなに多くはない問題となっているので、まあ、できた方は結構高得点ねあの取れたんじゃないのかなというふうに思います割と何をやらせたいのかっていうのも意図も伝わりやすいのかなとは思いますあの予算スラックをテーマにした問題となっていて、まあ、あまりこういう計算問題っていうのは出てくることはないんですけれども あのまあ、予算スラックについての理論的な理解を、ねまあ、深めるためのそのための計算の問題だと、まあ、そう考えてください。でまずまあ問いの1ですけれども、まあ、これについては、ね、もう解説を見ていただいて、まあ、順次計算をしていけばいいだけということになりますのであの特に引っかかる要素というのはないのかなと思います。で 難しいのがちょっと問いの3ですかね、ここの計算がちょっと難しいのかなと思いますけれども、まあ、問いの3番ができればね、問いの4番についても対応できるのかなと思いますが、3と4はワンセットですね。この販売部長っていうのは、次年度の販売数量として、まあ、何個というふうに申告をするのか、販売部長がそういったボトムアップ型の予算ですから、部門予算案を作っていきますんで、 何個売れるね見込みで予算っていうところを作っていくのか、まあ、それが問題になってるわけですけどまあこれ普通であればねあの販売部長っていうのはま過少申告するわけですよね本来は10万個売れる予定なんだけれどもできるだけ販売できる数量を少なくすることに少なく申告することによって容易に予算目標っていうのを達成できるようにしていこうと、まあ、そういったインセンティブが働きますから普段の問題であればね あの通常であれば、なるべく販売部長っていうのは低めにそういった販売予定量ていうのを申告することになるんですけれども、申告することになるんですが、まあ、本問ではね、これ問いの3番の計算においてあの、計算結果見てもらったら分かる通り、これ、過少申告するとね、むしろ払われていくボーナスが少なくなってしまうような、そういうインセンティブ制度を採用してるんですよ、ちょっと分かりづらいんですけどね、制度が。 これまあ販売部長さんとかちゃんと理解できるのかなって気もしますけどね。過小に申告するとむしろボーナスが少なくななるんですよ。なぜかというと過少申告した結果ね大きく販売数量っていうのが上回ったとしてももともと素直に申告していた時に比べてみてその超えた部分に対して適用される賞与の単価が違ってるんですよね。 同じ10万個販売しましたよって言ってもその予算を超えた部分に対して適用されるボーナスの単価についてはね低く設定されているわけですよ予算を超えて販売された部分に対して適用されるボーナスっていうのは単価が小さく設定されているので予算を少なめに申告してしまうとですねその分だけボーナスの単価が小さくなってしまいますから。 結果的にもらえるボーナスの量っていうのは減ってしまうんだともらえるボーナスの値っていうのは小さくなってしまいますよとそれがね本門のこの計算で確認してもらいたいところなんですね本問ではなるべくねその正直に予算目標っていうのを示した方が 結果的にボーナスっていうのが大きくなっていくんだよというね、まあ、非常に変わったね、そういったインセンティブ制度を採用していることを前提にした問題です。よろしいですか、一応まあこれ書いときましょうか。当期末の実績予想、この予算を編成しているのは、あくまで当期の、ね、期末ではなくて、 まあ現実的なそういった状況を想定しているわけですけど、冬季の期中ですね、期末が訪れる前段階で予算編成っていうのを次年度の分について行っていると。で、冬季の実績予想としてはこれ、6万個ですね、6万個。 でこの6万個と予算6万個と予算の差についてはこれは基本賞与が払われていくと。 6万個と予算のこの差については基本の賞与が払われていくで予算と実際この差については追加の賞与が払われていくとで追加賞与の方が単価が安いんですよね 単価が安いとだからできるだけこの予算っていうところをこの実際の数量に寄せた方が単価が高いんですよ結局ね6万個と実際の数量との差でボーナスが決まるんですよ。6万個と実際の販売数量、まあ、10万個っていうことになりますけど6万と10万の差の プラスス万個分に対しててボーナスが払われていくんですね。で、その4万個分のボーナス計算するときに1個当たりの単価が基本賞与の方が高いのでできるだけ予算を実際の方に近づけてあげた方がボーナスの総額は増えるという話なんですね。 よろしいですか。六万個と実際の十万個の差に対してボーナスが払われていく。まあそれが決まっているわけですけれども、この四万個の差をね計算するときに基本賞与が適用される部分が多ければ多いほどボーナスの総額は増えるわけですよ。だからできるだけ予算っていうのを実際のこの数量に近づけて申告、まあ、社長に対して申告してあげた方が。 結果的に自分がもらえるボーナスは増えていくと。まあ、こういうインセンティブ制度を採用していれば販売部長っていうのは正直にできるだけ申告をするようになるんだとこうすればね収益スラックっていうのをなるべく減らすことができますからね。 なかなか面白いインセンティブ制度だと思いますけれども、まあ、問いの3番の計算ができればね、ね問いの4番っていうところも分かるのかなというところです。はい、よろしいでしょうかで。問いの5番は典型的な理論ですねあの。トップダウン型の予算編成を採用するっていうのは、これ、ダメですからねあの。トップダウン型の予算編成っていうのを行えば、確かに予算スラックはなくすことができますけれども、 まあその代わりね、製造部長とか販売部長のそういったやる気を削いでしまうと、動、ま、機、あ、付けという側面から見て問題がありますので、トップダウン型の予算編成っていうのは、これ、答えとしては不十分、折衷型の予算っていうのを前提とする、まあ、そういったアプローチで回答していかなければいけないと。で、また、問いの6番ですね。収益スラックの形成は結果的に、 当該管理者にとって利用可能な資源を減少させることになる場合があるがその意味を簡潔に説明しなさいねということでまあ売上高のねそういった大きさによって費用っていうのが決まってる場合はですねまあ売上っていうところを小さく申告すればまあその分だけ費用予算っていうのが割り振られていく分が少なくなってしまいますんで結果的に利用可能な資源も減少することになりますよっていうのが問いの6番ですまあこれは見たことないのかなと思いますけれども 予算というのが、ね、資源配分の手段であるということを、ね、思い出していただければ、なんとなくこれに近いことも書、ね、けなくはないのかなというところです。はいまあ、以上が、ね、今回の2回目の当連解説ということになりまして、まあ、冒頭で申し上げました通おり、まあ、なかなか、ね、その初見で 高得点、60点とか70点とか取るのはね難しいのかなと思いますので、もう論文のこの管理会計についてはね、ねその7割とかを取っていくっていうそういう科目ではないんでね、そこの目標設定については、あまりにも高く設定してしまうとやる気を、ね、削いでしまう可能性がありますから、皆さんが目指しているところはねそ70点とか80点とか、素点で取れるようなねそんなレベルを目指しているわけではなくて、あくまで、まあ、合格ライン、まあ、そこをね一つ目安に考えて、まあ、そこを超えればね別にいいわけですから。 もちろん他の科目との兼ね合いもあるんで、まあ、管理を得点源にしたいっていうふうに思ってる方はねもう少し取らないといけませんけれども、まあ、それでもね70点とか80点って素点で取ることは基本できませんからよほど簡単な問題じゃない限りはですねこういう論文形式の試験において7割8割っていうのを目指すのは難しいわけですからねだからまあそういったねあまりにも高いねあの現実万能した目標っていうのを立てずに ある程度50点ぐらいをね、一つの目安に考えて、普段は勉強に取り組んでいただくのがいいのかなと。もう50点取れればね、この問題とかだったら、得点比率で言うと、おそらくまあ55とか56とかっていうね、もう科目合格レベルになってくると思いますから、まあ、50点ぐらいをね、普段は一つの目安に考えて、まあ、復習の方をね、進めていただくといいのかなというふうには思います。はい、結構ね、やっぱりこの会計士の試験って受けられている方が、 もともと勉強が得意だった方とかが受けている、まあ、そういうケースが多いのであの通常ね大学受験とかであればね祖典で40点とかっていう風には通常済まないじゃないですかだからその時の名残でどうしてもね祖典ベースで高い目標を立てがちなんですけれどもあくまでまあ相対評価の試験ですから問題の難易度が高ければ当然ね祖典の点数っていうのは下がってしまうのは当然当たり前ですんでそこのまあ相対評価っていうところの意識はね常に持っといていただいて。 で概ね過去の本試験とかを見ていけば、まあ、合格ラインとしては40点半ばぐらい取ってればねだいたいどういう回でもね合格することができていると、まあ、すごい簡単なあの難易度の時にはね40点後半の時とかもあったりはしますけれども、まあ、基本的に50点超えることっていうのは稀っていうかねほとんどありませんのでもう50点取れれば確実に合格できると、まあ、それぐらいに考えてもらうといいのかなというふうには思います。はい まあ、それではではすね、これで第2回目の当連解説は以上となりますので、えー、本日も皆さんお疲れ様でした。